白バスアッケし営業所2014年3月、北海道旅客鉄道アッケし自動車営業所は、かつて存在した国鉄バス、北海道旅客鉄道バスのバス営業所である。しべちゃ村と大田村の間には1938年に、植民起動地安別線が敷かれたが、ほとんど使われず数年後には撤去された。しべちゃ村とあっ町を結ぶ道路は、経済の中心が、 厚岸町から釧路市へ移行するにつれて重要性は低下していたが、大田村の開拓が進んだことから、交通機関の整備が課題となっていた。しべちゃ村、大田村、厚岸町の三町村は、かつて、菱川線として、鉄道建設が計画された厚岸駅大田、しべちゃ駅の間に、省営自動車路線を誘致することを決め、1945年11月20日に、 札幌鉄道局 S3 町村長連盟の陳情書を提出した。陳情運動は身を結び、1947年12月27日に、厚岸自動車区と道区しべ茶派発出所が開設され、厚岸太大田しべ茶間でトラックによる生活物資輸送が開始された。しべ茶村の二次別地区は、しべ茶市街地と直接結ぶ交通はなく、 植民軌道で別海村の西春別駅へ出て、渋別線に乗り換える不便を強いられていた。渋茶村では1949年10月に、渋茶駅に地別ケネ別駅間などでバスを呼び、トラック路線の陳情を開始。1952年に、串根線渋茶駅に渋別駅間で試験運行が開始され、1953年2月20日より、正式運行となった。 同年11月28日には、しべちゃ駅しべちゃ高校間の運行も開始した。あっけし線は1950年に、あっけし駅大田間で試験運行を開始し、翌1951年12月12日に正式運行となった。しべちゃへは、路線免許延長申請を、大田しべちゃてしかがで行っており、同時期に、東方交通が、 釧路しべちゃてしかが、渋茶町の製材工場会社が、しべちゃてしかがの申請を行ったため、しべちゃてしかが館が三者セリ願いとなり、調整が図られた。遅れること約2年後の1953年11月28日、大田渋茶駅が開業し、当初目的であったあっけし渋茶館が全通した。しべちゃてしかがの免許は、東方交通が取得した。 1951年に運行開始した厚岸線は、鉄道線の短絡という市名の下に、厚岸駅としべ茶駅を結ぶ路線として運行された路線である。1953年には同様の市名を有する串根線もしべ茶駅と西別駅を結ぶ路線として運行を開始している。また、1965年には継承地であるお台沼への路線として、 お台沼線が開業した。お台沼線は国鉄バスでは最東の路線となった。しかし、串根線は輸送人員が北海道内の国鉄バスの中でも最も少ない部類でバス利用者数の減少と合理化の中で1977年には別海町内の路線は休止となり別海町 A バスに代替。残されたしべちゃに別館は通学輸送に特化した。 ダイヤで存続した。厚っけ線は、厚っけ町内での流動が多く、しべちゃ側はに往復のみの運行であった。1991年に、花崎線運輸営業所の直轄組織となることで、鉄道との一貫輸送体系を強化する動きもあったが、1993年4月1日には、厚っけ線の下新宅い北徳死線、しべちゃに自別が廃止され、 しべ茶町遊バスに代替された。その後、あっけし自動車営業所は、路線車両のみ4大配置、乗務員3名のみの体制になり、運行管理者は、あっけし駅駅員が兼務することで、残った路線を維持するためにコストを極力抑える、方策を取ったが、1997年12月10日、限りで全線が廃止され、平行区間の大家、タクシロバスに移管された。 撤退後、敷地と設備は、串路バスに上とされ、同社あっけし営業所が移転している。渋谷駅前串根本線を大沼線を主に、伊須津車、日野車が配置されていた。1996年12月の時点では、路線車の配置が4台となっているうち、2台は、比例棒の日野 PHT226A。ありがとうございます。